雨上がりに虹の橋が見えるよというね、サリューさんの言葉にあったように、今日の朝はですね、非常によく晴れておりますね。オナキン2日目、レフトハンドチャンネルの鈴木貴博です。ちょっと今ね、アイスクリームをね、朝から食べてるんですけれども、もちろんね、朝ごはん食べた後に今食べてるんですが、今たまたまね、コインランドリーで洗濯をしてる最中でして、その合間にね、動画をこうやって回しながら撮ってます。今日からね、メガネをつけない生活するつもりなんですけれども、若干レスポンスがね、変わってくるような、そんな気配が、しています。で、とにかく上が邪魔だって、結構通行人の方がね、言っていたような、そんな感じがしていたんで、実際外してみました。と同時に、その僕のその頭の中の整理もですね、なんとなくついてるなっていう、そういう感触があったんで、その一環としてね、こうやって行動を変えることによっても別れを告げるという、そういう感じですかね。最悪人間性は否定されないだろうなってずっと思っていたので、こういうものを捨てるような感じでね、一つまた整理をつけるという、そういう感じですね。今日はまたカラオケに行って音源をね、入れてきますけれども、その前にまたこうちょっとね、インポテンツのその、このなんだ、この構えで行くんですけれども、バックグラウンドにちょっと音源がまたいっぱいあるので、そちらを優先的に知人に送ってですね、また反応を見るっていうところですかね。そういう意味でもまだおなきに2日目、音源もまだ2つ余りがあるんで、まずはそこの過去のものから送るっていうところからがスタートかなっていうところですかね。では今日も一日よろしくお願いします。また。